Hello everyone, I am Professor Matsuda. In this video, I'd like to discuss what you can study at the brand new School of English and Digital Communications. 皆さん、こんにちは。関西外国語大学外国語学部教授の松田です。このビデオでは、英語デジタルコミュニケーション学科における学びについてお話をしたいと思います。ここは、Hello World という名前の VR、つまりバーチャルリアリティ練習室です。本学科のために新しく作られた施設なんですよ。どうですか？素敵でしょ？すぐ隣には VR コンテンツ作成のためのスタジオも用意されています。さて、本学科で取得する学位は英語学士です。したがって英語が学びの中核となります。英語の必修科目は伝統ある本学の英米語学科と同じ構成です。ネイティブスピーカーの専任教員、および言語学や英語教育法などの専門家など多彩な顔ぶれで英語教育を担当しております。特に IT に特化した語彙力や英語運用能力がつくようにしたいと考えています。英語を勉強しつつ、アート系の科目やデータサイエンス、さらにはプログラミングなどから好きなものを選択し、デジタル技術の基礎も身につけられるのが音楽家の特徴です。また、IT と社会、IT とビジネスなどについて考える授業も用意しています。数学は必修科目ではありませんが、希望する人には数学再入門の授業も用意しています。本学科では IT がわかる英語エキスパートの育成を目指します。いろいろな企業から高い関心も寄せられているとのことです。あまり文系とか理系とかそういう言葉にとらわれず、ぜひこの日本初の英語デジタルコミュニケーション学科に挑戦してみませんか？お待ちしています。